ブラウン軍はアメリカ合衆国カンザス州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9984人であり、2000年の1724人から6.9%減少した。軍庁所在地はハイアワサ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍内にはキカプーインディアン居留地、サック フォックスインディアン居留地の大半、アイオワインディアン居留地の大半が入っている。ブラウン軍は1855年に設立され、軍名はアルバート・ジー・ブラウンにちなんで名付けられた。1986年にカンザス州憲法が修正されたが、ブラウン軍は2000年までアルコールを禁じる、すなわちドライの軍のままだった。この年、住民は投票で個人がたしなむ。 アルコール飲料の販売を承認した。食料販売量に対する制限はつかなかった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は572.106平方マイルであり、このうち陸地は570.872平方マイル、水域は1.234平方マイルで、水域率は0.22%である。ウルフ川が水源になっている。 元は、ブラウン郡修立公園と呼ばれていた、ブラウン修立ずり子が、軍内ハイアワサ市の東8マイルにある。出典、ナショナルアトラス、アメリカ合衆国国勢調査局、人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。ブラウン郡は10の軍区に分けられている。ハイアワサ、 法とん、サベサの、各都市は、政治的に独立、A、ガバンメントリーインディペンデントとみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で、人口中心は、最大都市であり、特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。